どうも、ドーゾルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあ、ということでなんかね、バースデーゲームの新着が来ましたね。こちら次のクランゲームの情報ということで、クラクラね、6周年もうすぐ迎えるらしくて、バースデーゲーム開催と書いております。で、実際に報酬がいつもよりかなり豪華なのかな。まあ、ちょっとこうやって羅列されても特にどこが豪華っていうのがあんまりよくわからないんですがあんまりよくわからないんですが、神羅万象の本って言って、アップグレードが何でもできるやつと、あと壁リング ×15 とかね、まあ、いつもより若干豪華な、こちらこうバースデーゲームが来そうな、感じでございます。あと2日ぐらいで始まるのかな、あと2日で始まるということなんで、2日後からね、またバースデーイベント、多分これだけじゃないと思う。あのバースデーゲーム以外にもなんかいろいろ来るんじゃないかなと私は思っているので、そちらも楽しみにしながらね、待っていきたいなと思います。さあ、ということで、本日はですね、そう、皆さん聞いてください。私のヒーラーがついにレベル完走いたしました。ありがとうございます初のあれかな、新レベルの解放だったんですけれども、とりあえずクイヒーのね、ヒーラーを強くしようと思ってヒーラーを、レベルアップして、次はねバルーンをアップしていきたいんですけれども、バルーンアップするのでうわーマジめっちゃ高いやん、バルーン。めっちゃ高かった。ちょっと待って。今ね、エリクサータンクとかカツカツやってるんですよ。エリクサータンクをこのようにね、大工さんにカツカツやってもらって、上限を上げてもらっているので、宝庫には何も入ってない。うわ、結構稼がんとあかんな。結構稼がないとね、バルーンアップグレードできないと思うんですけれども、ちょっとバルーンのアップグレード、頑張ってやっていきたいなと思っております。さあ、ということで今日も資源狩りガンガン頑張っていきましょう。レベルマックスのね、ヒーラーがどんな、こうどれぐらい体感値変わっていくのか、まあ、見た目はね、色が変わるんで見た目分かりやすくなると思うんですけれども、まあ、実際使っててあんま分かんない。おー、マジで言ってる。これかなり美味しい村ですね。これは前回取れればマジで熱い。あ、そういえばね、チャンピオン1になりました。タイタンまであと少しというところで、タイタンまで頑張っていきたいと思うんですが、どうしよっかな。これ中にどうにかして入れていきたいですね。アーチャークイーンは絶対に処理したいんで、ウォールブレーカーも結構あるでしょ。どういくめっちゃ悩む、めっちゃ悩む。今回、アーチャーもそこそこいるな。よし、オッケー、行きましょう。これで、レベルマックスヒーラー。さあ、レベルマックスヒーラーかっこいいね。青色のバンダナ巻いてる。青色のバンダナ巻いてかっこいいです。ここ行け。一気に行け、一気に。オッケー、開けていく。さあ、壁を開けて、これあれかな、レイジ使った方がいいかな。レイジ使った方がいいですね。レイジ使って、あ、やばい、大丈夫、ヒーラー入ってる、ヒーラー入ってる。オッケー、ヒーラー入ってしっかりと回復しながら中に進んでいきます。完璧です、完璧です、ドズル選手。さあ、ここまで完璧 でさらにここから、ここね、突破兵器プラスのアーチャーで、ちょっと貧乏志向ですがアーチャーでチコチコ削っていきながらバーバリアンキングを中に入れていくと。いや、今のとこ今日完璧ですよ。今日今んとこミスなし完璧。さあ、中からボーラーとかが出てくるんで、今回ボーラーとジャイアントだったかな、ボーラーとジャイアントが出てきて、あーってイーグル砲が起動してしまった、イーグル砲が起動してしまいましたが、あ、てか対空をそんなに意識して壊さなくてよかったな。ガンやってバーバリアンキングをやって、さあどうだ。今回ね、あれなんですよね、ホグライダーがめっちゃいるんですよね。やばい、これホグライダーガン来たらやられる。さあ、ホグライダーにワッと出して、ワッと出して、アチャクイまで生きてるよね。アチャクイまだ頑張ってます。ここはヒール、ここはヒールかけて一気にホグライダーを生き残らせていく。頼む、ホグライダー頑張って真ん中に行け。真ん中に、オッケー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 。真ん中で頑張ってるホグライダー、外で頑張ってるホグライダー、みんな違ってみんないい。オッケー。さあ、ヒール、あー、ちょ、イーグル砲が処理できて、イーグル砲が処理できてないのと、アチャクイが辛そう、アチャクイ辛そうなんで、あ、ヒーラーのレベルが上がっても、ちょっとやっぱ、ヒーラーがやられてしまってる意味ないんで、キーンやって、やばい、全然見れてない、全然見えてない。さあ、レイジで一気にホグライダー駆け抜け上がらせましょう。いや、ちょっと厳しいかな、前回までは伸びないか。あ、でも気づいたらね、割と資源は買ってた。うん。気づいたら資源はかなり買っているので、このままイーグル砲に見つかる前に、アーチャーたちに抜けるだけ抜いていきましょう。さあ、ここで、さ、気づかれてしまいまして、イーグル砲のターゲットがアチャクイに向くか、アーチャーたちに向くか、アーチャーたちに向いてしまった。さあ、アチャクイはもうどっちにしろもう長くはないから、なるべくアーチャーたち頑張ってほしい。オッケーオッケー、かなり抜けてる、いいんじゃない。ターンウォールと中心部だけは枯れなかったけど、まあなかなか資源は抜けたし、うん、全然合格点かなと思います。さあ、ここで 86% 終わりにしましょうかね。オッケー、
まあ、クイヒーのヒーラーが、強くなってもあんまりわからない。あんまりわからないという結論でございました。あ、でも、いつもね、レイジ使わないと結構ガーッと減っちゃうんですが、やっぱ5体ともなるとね、かなり回復力も上がるのか、結構野放しでもなんとか生きてっていきましたね。うわ、とか、オーラがやべえな、こいつら。もうヒーラーを通り越して女神みたいになってますね。オーラ存在感がちょっと、でかくなりました。さあ、ということで、今回はちょっとホグライダーイベント来てて、それの名残でね、私のキャンプにホグライダーがめちゃめちゃたくさんいるんで、あ、そういえば、これを使うの忘れていた。これじゃない、これじゃない。ポーションをちょっと使っていきましょう。これね、訓練ポーション最近ちょっと、もっとガンガン使っていかないと溜まりつつありますね。毎日1個買ってるんでね。さあ、そして、援軍をもらいつつの、ヒーローはちょっと時短していきましょうかね。いや、なかなかだな。てか、ホグライダー資源狩りにやっぱ適してないですね。なぜならば、防衛施設しか破壊してくれないから。ちょっとまたラババルに戻していきましょう。あ、でも、クイヒーせっかくあげたから、クイヒー練習のこの下のやつでいくか。うん、クイヒー練習でね、ジャイアチャプラスのクイヒーでちょっとクイヒーの練習していこうかなと思います。まあ、でも、全開狙っていけないのがちょっと辛いは辛いですね。タウンホール12だと、さすがにね、さすがにクイヒープラスのジャイアチじゃ、タウンホール12相手ではね、全開取るのはなかなか難しいんですけれども、まあ、ちょいちょいやっていきましょうか。一個一個やっぱユニットのレベルを上げていきたいんだけど、資源も膨大だし、時間も結構2週間とかかかっちゃうんで、まあ、うまくクランゲームとかね、今回来るバースデーゲームとか、バースデーゲーム何来るんだろう？去年はさ、確か期間限定のユニットとか、一斉に開放して、私ね、動画にはあんましなかったんですけれども、期間限定のユニットとかね、ちょいちょい来てたんで、まあそういった、例えば工場バーバリアンとか、あとは、巨大スケルトンとかアイスウィザードとか、まあそういった、こう、期間限定のユニットとか来てくれると面白いですよね。あれかな、クラロアからの逆輸入でなんか面白いユニット来ないかな。見習い親衛隊っていうね、新ユニットが最近クラロアに追加されたんですが、そういったやつが逆輸入して入ってくると、またちょっと面白いかもしれません。さあ、ということで、援軍が入らないな。クラメンのみんな多分おねんねしてますね。お昼寝してるんで、まあ、ちょっと行きますかも。まあ、クイヒーなんで、最悪、クイヒーだけで、援軍なしでもね、なんとかなるかなと思いますので、次のセットしてるよね。次のセットして、援軍も申請して参りましょう。次行きます。突破兵器は自前で作れるんで、援軍の中身だけでもね、何かしらもらえると嬉しいんですが。さあ、ちょっと美味しい村を駆け巡っていきましょう。エリクサーだな、もう。永遠にエリクサーが欲しい、もう。エリクサーがとにかく欲しい。あと、トロ上げしてって、タイタンになってね、勝利ボーナスでウハウハしたい。タイタンだ、お、ここはまあちょっとエリクサーが少ないか、ダクエリアそこそこあるけど、うん、今回、あ、そういえば、ウォールブレーカー入れてるっけ？あ、ウォールブレーカー入れてますね。ちゃんと、壁の中に、アチャクイをこう、生かすたい方向に生かす。まあ、そのテクニックをね、ちょっと磨いていきたいなと思っているんで、アチャクイをうまく入れてって、クイヒーで、かなり削るっていうのを目標にね、やっていきたいと思います。クラン対戦でね、まだクイヒーを使える自信がないんですよね。私、すぐやられちゃって、なんか、事故ることが多いんで。ちょっと、おー、ここは ?38 万。まあ、いいでしょう。エリクサーが結構あって、ゴールドはもうめちゃめちゃ少ないけど、まあ、ここ行きましょうか。あれですね、資源ブーストかけてるな。多分ポーションかな。資源ポーションでも使ってるんですかね。イーグル砲が外から破壊できる位置にあるので、まずイーグル砲から破壊して、そのまま右に流して、対空砲の処理まで行かせれる。アチャクイン処理したいな、でも相手の。行きます。だから、ここでこう出すでしょ。で、イーグル砲をまず処理します。で、その後、左に回してって、アチャクイの処理もしていきたい。だから、ちょっとね、右目に、あ、左目に出して、さあ、いい感じ。あ、ちょ、待って、そっちじゃない、そっちじゃない、マジでそっちじゃない、マジでそっちじゃない。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。今のは優秀。今のはマジで優秀。ちょっと今、右、そのまま右に投げられたらね、私も携帯を投げてましたが、危なかったです。さあ、ここはイーグル砲を破壊して、そのまま対空砲も処理してくれそうですよね。だから、突破兵器プラス、ウォールバスタープラスの、バーバリアンキングで中に入っていきたい。相手のアチャクイも処理して、ババキンもできれば処理したいけど、そこまで私はね、強欲ではありません。このまま外を破壊しつつ、アーチャータワーのターゲット取れたら、アーチャータワーのターゲット取れたら、ここで小爆弾確認して、壁を開けると。完璧ですね、これ。上手い人のムーブ、上手い人のムーブ。アチャクイを中にトンネルさせていくという。あ、でも今回レイジが一つしかない。やべ。これやべ、これやべ、これやべ、これやべ。さあ、レベルマックスのヒーラー、お前の、お主の真の力見せてくれたもん。
ここでウォールバスター出し、ババキンも出し、いいですね。アチャクイも中に入れていく戦法で悪くないですよ、悪くないですよ。相手のアチャクインプラスのアチャクイ、中からつついてるな。中からかなりつついてきてますね。ババキンを押して、でも中心部でターゲット取ってるんで、ホグライダー一気にいきたいと思います。ホグライダー一気に、そしてグランドオーデンも追加して、でアーチャーとかね、こちょこちょっとアーチャーを足して、さあホグライダー大丈夫か。ホグライダーがどういくこういくか。でここにヒール落として、悪くないよ。でアチャクイタッチも頑張ってて、ここでグランドオーデンのキーンやって、レイジが欲しい。ババキンにポイズン打って、やばい、実況が追いついてないですが集中しておりますが、これ全開いったんじゃない。ワンチャンの全開ある。え、残り49秒か、時間が厳しい。頑張れホグライダー、お前たちならやるようできる。よし、そして残りのアーチャーも出して、さあ、いい、グランドオーデンも残ってるのが熱いね。フィストじゃないわ、クローク使って残り30秒、これ全開いったんじゃない。タウンホール11でもね、やっぱマルチで全開取れると気持ちくて嬉しい。これは大丈夫か。オッケー、ナイス、ババキンもやっつけた。あともうちょい、97%、いいよ、これいったでしょ。オッケー、ありがとうございます。あれですな、クイヒーのヒーラーが強くなったおかげです。これは冗談じゃない、マジで。マジで冗談じゃない。あそこさ、だって序盤のここの区画、アーチャークイーンが入って、レイジ1個で切り抜けれましたからね。あの防衛施設そこそこ強かったね。さあ、ということで、かなりね、資源を抜けたので、ちょっとこのペースで、バルーンのレベルアップ分のエリクサをガツガツっと貯めてね、まあ、クラン体制の報酬とかも含めて、一気に、バルーンの研究を進めていきたいと思います。基本やっぱりクラン体制とか、マルチもね、ラバ一体のバルーンガーって出す編成、あれでね、行くことが多いので、まあ、あれをちょっと強くするためにも、ラバハウンド、そして、あいつ、なんだったっけ、バルーンね、バルーンのレベルアップをね、どんどんやっていきたいなという感じで、資源狩りも目標を持って頑張っていきたいなと思います。ということで、じゃあ本日のね、動画は、レベルマックスヒーラーを解放して、クイヒーをやってみる資源狩り動画でございました。またね、皆さんおすすめの、編成だったりとか、あとなんかこう、リクエストもお待ちしております。こんな企画が見たいとかね、こういうことやってみてくださいとか、まあ、最近クラクラは結構資源狩りが多いので、そういった企画ものもね、募集しておりますので、ぜひともコメントお待ちしております。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。